今日はジオニックテクニクスを組み立てます。ザクのロボットですか？そうですね。では実際に作っていくので見ててください。まずはザクが背負うバックパックを組み立てます。この基板は何？これはスマートブリッジ基板といって、心臓部となる大事なパーツです。今回は商品に付属しているドライバーを使ってミニチュアザクを組み立てていきます。ビスで仮止めしてケーブルと接続します。スイッチがオフになっていることを確認してください。基板を取り付けたら、次はザクの頭部を作っていきます。この黒いのは何？これはサーボモーター。全部で17個のサーボモーターを使ってミニチュアザクを動かします。なるほど。下準備ができたらつなげていきます。ザクのモノアイをサーボモーターと接続します。このモノアイには LED が内蔵されていますので、後ほど光らせてみますね。こうやって合体させて、これでモノアイの完成です。次は頭部の台座となるパーツを組み立てていきましょう。ザクの頭部を押し込めば装着完了。先ほど作った基板とザクの頭部を接続します。ケーブル LED は基板の LED 部分に、ケーブル M00 は基板の M00 部分に接続します。これで頭部の完成です。スマホを取り出して何するの？モノアイの作動テストをします。スマートフォン専用アプリで動かします。モノアイが光った。それでは専用アプリがダウンロードできたら、ミニチュアザクと Bluetooth 接続して調整していきます。メニュー画面からサーボモーターの項目をタップして、スライダーを動かしてモノアイが中心に来るように調節します。自分で調節するんだ。調節できたら次は動作確認。コントロールを押してパフォーマンスへ移行。自動で動いた。誰かが操縦してるみたい。手動でも動かせるので念のためチェックしてみましょう。思い通りに動かせるんだね。そう。動作確認ができたら一旦基板とモノアイを取り外します。次にサーボモーターに ID を割り振っていきましょう。どういうこと？17個あるサーボモーターにどの部分の動作をさせるか役割を与える作業ですね。 ID を間違えないようにシールを順番に貼っていきます。おお、数字を振るとなんだかモビルスーツっぽさが出てくるね。貼り終わったら設定開始です。 ID の割り振りには長いケーブルを使うとやりやすいですね。基板の SVC ってところにケーブルを接続して、もう一方をサーボモーターに接続。アプリでサーボモーターに与える役割を選んで設定して、サーボモーターの LED が一瞬光れば OK。 光らない場合は接続からやり直しです。そうなんだ。ドキドキするよ。他のサーボモーターも同じ作業を繰り返して、 ID の割り振りは完了。それでは基板を取り外しておきましょう。続いてはボディの組み立てです。まずはこのパーツを右肩用のサーボモーターに取り付けていきます。パーツをはめ込んでいくんだね。パーツを全部はめ込んだら、サーボモーターと合体させて、ケーブルをつないでいきます。左肩用のサーボモーターも同じ要領で組み立てます。
これはずれないように気をつけて。大変だ。判別しやすいようにシールをつけて、両肩のサーボモーターの準備は終わり。次にボディーパーツを組み立て、さっきのサーボモーターを取り付けます。ビスでしっかり留めていきます。そして耐物センサーを取り付けます。この小さい基板が耐物センサーなの？そう、これでザクが障害物との距離を認識することができます。早く見たい。モノアイとバックパックを装着します。コードを穴に通しますが、説明書を読みながら間違えないように進めましょう。気をつけてね。四隅をビスで留めますが、この時は対角線上で締めていきましょう。次にボディカバーを作っていきます。この動力パイプは左右で形が違います。こだわりがすごいな。パーツを組み上げて完成したら、さっきのモノアイとバックパックに装着。ここもビスでしっかり固定しましょう。他のパーツもどんどんビスで固定していきます。だんだんザクの形が見えてくるのが嬉しくなるね。モノアイが動くか確認して、まっすぐにしたら頭部と基板を取り付けましょう。コネクターがシール通りに刺さっているか確認しながら慎重に。組み立て終わったら電源を入れ、両腕のサーボモーターの穴の位置を調節していきます。 OK。次はボディに腕を取り付けますが、その前にアプリを使って肩と耐物センサーの動作確認をしておきましょう。距離が確認できれば OK。 それでは右腕のパーツから組み立てます。腕のパーツは右と左で違うから注意が必要です。まずは上腕のサーボモーターの準備。このアッパーアームと呼ばれるパーツはサーボモーターの原点を確認してまっすぐに取り付けます。前腕のサーボモーターはカバーの曲線に合わせて取り付けてビスで固定します。前腕のサーボモーターにもアッパーアームを取り付けます。できたら上腕と前腕を合体、アッパーアームで固定して手のパーツを取り付けます。ザクの腕だ。そしてここにケーブルを取り付けます。ケーブルが関節に挟まらないように注意しながら接続していきましょう。上腕と前腕をつなぎます。ケーブルを傷つけないようにカバーで固定します。慎重な作業が続くね。他の部分にもカバーを取り付けてボディと接続、ケーブルが絡まないように細心の注意を払ってアッパーアームで固定していきましょう。
ケーブルをここに接続して、右腕が完成です。動作確認も忘れずにしておきましょう。動きがリアル。アプリで細かく動作確認ができるので試してみましょう。モビルスーツを操縦してる気になるね。それではアプリのコントロール画面で動作を確認します。おお、パンチした。2つのサーボモーターにより腕が動いていきます。それでは左腕も同じ要領で取り付けていきましょう。組み立て方は右腕と同じです。ちゃんと動作したね。両腕の動作確認ができたら、肩にショルダーアーマーを取り付けていきます。穴を確認しながら取り付けていきましょう。ここもケーブルを傷つけないように注意だね。取り付けたら再び動作確認をします。さっきと同じようにスマホにつないで動作確認ボタンを押すと、今度は両腕が動きます。関節の動きに肩の動きはどこまで上げれるの？肩の可動範囲は270度。万歳もできちゃいますよね。こんなご機嫌なザク初めて見た。これで上半身が完成しました。上半身ができたので次は足を組み立てます。片方の足に使うサーボモーターは5つ。腕と同じようにサーボモーターにパーツをつけていきます。まずはジョイントベースを組み立てましょう。さっきよりパーツが多いね。足は腕に比べてパーツが多いので、間違えたりパーツをなくさないように慎重に作業していきましょう。これは股関節部分にあたるサーボモーター。ここにケーブルを接続します。脚部はケーブルの通し方が複雑だから、作業する前にしっかりと通し方を確認しておきましょう。2つのサーボモーターをつなげて、4点をビスで固定。そしてパーツを接続するためのアッパーアームをサーボモーターの原点とまっすぐになるようにつけます。他のパーツも取り付けていきましょう。これで股関節の完成です。次は膝部分のサーボモーターの準備。2つのパーツを取り付けて完成です。次は足首。サーボモーターをケーブルでつないで、さっき作った膝部分のサーボモーターを取り付けます。関節の角度が正しくないと正常に動かないので気をつけてください。
そして膝関節を取り付けます。このケーブルはねじれや挟み込みがないように接続していきましょう。足の底になる部分を組み立てて足首部分に取り付けます。ジョイントナットを押さえながらビスで留めていきます。だんだん形が見えてきたね。それでは上半身と下半身を仮組みしていきます。接続するためのパーツを取り出して股関節部分に装着していきます。慎重にケーブルを通してバックパックの中にある基板と接続できたらビスで固定して取り付け完了。アプリで動作確認をしておきます。ちゃんと動きますね。関節も OK。 同じように組み立てた左足も接続していきます。立派なザクですね。いや、まだです。動作確認が取れたら足を一旦取り外して両足のカバーパーツを取り付けていきます。パーツがつくといい感じになってきましたね。両足の準備ができたらもう一度ボディに取り付けていきます。先ほどと同じようにケーブルを通して基板に接続して完成です。ついにできたね。心なしかザクの顔も嬉しそうだよ。それは分かりません。それでは無事にミニチュアザクが組み上がったので全体的な動作チェックをしていきます。ちなみにここまで行くのに7時間かかりました。ひー。では電源を入れてザクを立たせたらアプリを起動していろいろ試してみましょう。稼働テストボタンを押すとミニチュアザクはこんなポーズを取ります。うわ、ガッツポーズ。力強いガッツポーズですね。次は正しく歩けるか歩行動作確認をします。バランス取って歩いてる。後ろ歩きもできるし横歩きもできます。機動性抜群だね。動作に問題がなければシールを貼ってミニチュアザクをデコレーションしましょう。モビルスーツを作っている感覚が味わえて楽しかった。ぜひ今度は自分で作ってみてね。